して西野とさらには石井が左で待っています。広瀬が持っていって西野ベースラインから入ってきてのリバースレイアップ。広瀬からオープンで山内ステップサイドでのスリー。秋山からカーター、カーターと西野のマッチアップ。ロバートカーターエンドライン。いやナイスインでしたね。カーターも今日はこういったスピンムーブ見ますと状態良さそう。キャプテンのイクアラです。ロバートカーター、カーターのレイアップ。おーナイスイン、うん、ベンドラメスルスルッと入っていって連続得点。先ほどワイドオープンの3、そしてここはスルスルッと入っていってのレイアップですね。今ねアウダからのスキップパス、イクアラ、そして入っていきました森川、はい、エンドラン先をしてくれてると思いますよね、はい、ボリスからアウダ、これはいいカットインを見せました、はい、アウダです。ちょっと動きが出てくるので、はい、こうやってランニングプレーね非常に良かったと思います。アウダの3狙いしました。アウダの3今日最初の死闘で沈めてきましたパトリック・アウダ。アウダとのピックアンドロール、イクアラアウダへ、アウダが入ってのレイアップ。うまいフィンガーロールからレイアップ沈めました。これでいよいよ2点差ワンポゼッション差。動かして武田へ、カーター、カーター、相当な圧感じます。2投目は決めました。さあこれで79対79、残り 20.2 秒、残り5秒、ベンドラメ、ベンドラメといくから、ベンドラメのバックショット、関野のレイアップ、リバウンドは横浜です。いくから常に走っている秋山ですが、森川のスリー、いいですよ、いいですよ、バックのスリー来ました。森川今日4本目、対応積みますね。森川、ここは入ってきたイクアラのレイアップ、コーナーから野口のスリー、エアボール、これも関野が持っています。石井のディープスリー来ました。石井選手来ましたね。渡辺が依然としてここは前からタフなディフェンスを見せますが、カーター、持ち込んでカーターのレイアップ、リバウンド、セカンドチャンス。日立が勝利を確信した表情。そして試合終了のブザー、横浜第4クォーター追いついて、そしてオーバータイムで渋谷を振り切って。